ちょうど1ヶ月前、愛媛を襲った猛烈な雨。大洲市五郎です。肱川が決壊して、道路へ水が流れ込んでいます。肱川が氾濫し、大洲市は広い範囲で浸水。肱川の氾濫は西予市野村町でも。やばい、車が流されよった。おいおー、あー寒い。7月7日、水が引いた野村町に入った私たちが目にしたのは、倒壊した家屋、そして大量の泥に覆われ変わり果てた町の姿。抜けません。ランドセルから教科書が抜けません。ランドセルも無理かな。どうやろうと思って、肱川の氾濫に多発した土砂崩れ、西日本豪雨により県内では26人の尊い命が奪われました。豪雨の被害は日本一の柑橘にも。画面一面みかん畑が崩れているのが分かります。これはひどい。土砂崩れで根こそぎ流されてしまったみかん畑。はあ、誰にも食べてもらわずに終わるんですこの子らは。漁業にも。宇和海の広い範囲で養殖マダイなどに甚大な被害が。原因は大雨により真水が大量に海へ流れ出る現象、水潮でした。酪農の町野村町では停電のため牛乳を冷やす機械などが使えず、せっかく絞った牛乳を出荷できない事態に。県内の農林水産業への被害額は先月30日時点で476億円余りに上っています。大洲市では多くの店も浸水被害に遭いました。こういう感じ、もう全体がこういう感じでしたね。かなり被害大きいですね。やっぱ億単位じゃないですかね。はい。スーパーが、そして商店街が営業できない状態に。地域がちょっとバラバラにはなっちゃいますね。もうこれで、はい、愛媛を襲った未曾有の豪雨災害、支援の輪はすぐに広がりました。被災2日後の野村町、町外からのボランティアが駆けつけ、泥のかき出し作業に当たりました。一日でも早い復興をと願う被災者やボランティア。しかし猛烈な暑さが復旧作業の妨げに。暑いですね。めちゃめちゃ暑い。大洲市では先月13日から14日連続で猛暑日に。これは7月としては観測史上最も長い記録となりました。暑さは避難生活にも影を落とします。避難所にクーラーは設置されていますが、昼間の室温は30度を超えます。今日の晴れ具合はだいぶ昨日ほどにはないです。昨日より滑っとるね。避難所には看護師が常駐し、避難者の熱中症対策をはじめ健康面のケアを図ります。復興を阻む問題は他にも。仮のゴミ置き場に毎日持ち込まれる大量の災害ゴミです。災害ゴミは道路脇にもあふれていました。
匂いや発火の危険性などが問題となっています。台風の接近よりも前に雨が降ってくる、早めの避難をお願いしたいと思います。傷の癒えない被災地に迫る台風12号、統計開始以来初めて東から西へと向かう異例のコースに、気象庁は厳重な警戒を呼びかけました。怖いっていうか、どこまで、ね、家が耐えられるのか、ちょっと心配で、もうやっぱり、またかと、同じようなことになるんじゃないかと、土砂崩れがね、連日の暑さと疲労に加え、二次災害への恐怖が被災者に追い打ちをかけます。しかし、じいちゃんおにぎりだけで炊いた。おいらん大丈夫？明かりはなくとも、家族や友人たちと肩を寄せ合い、明るく振る舞う住民たち。楽しみながら頑張らんといかんすからね。自衛隊が提供したお風呂は復旧作業の疲れを癒してくれます。最高、超令和、生き返った、気持ちよかったです。何よりもごちそうでした。夏の大会を目前にしながら町の復旧を手伝うのは野村高校野球部のメンバー。勝ちたいです。これで勝ったら野村町も喜ぶと思うんで、絶対勝ちますよ。その3日後行われた県大会1回戦、ナインの思いが爆発します。被災した野村に元気と勇気を届ける見事な勝利でした。うわあ、ありがたいね。よかった、よかった、よかった、よかった。ありがとうございます。もうみんなのおかげで、あ、水を嬉しいな。気持ちいい。大丈夫やった？元ちゃん、元気。よかった、よかった、元ちゃんが。被災地に子どもたちの笑顔があふれました。仮住まいですが、野村保育所が再開したのです。お友達と何して遊びたい？おうちごっこ。今、被災地では今月末の入居開始に向け、仮設住宅の建設が急ピッチで進められています。